どうですかね、実際の僕はどっちかというと騙されやすい方なので。でも広しじゃないですか、このワインレッドワインレッドシャツだけは下げてきたんですよ。昔名前を轟かせた詐欺師の息子で、今は昼寝ばっかりしているようなちょっとやさぐれた先生っていう設定がもうたまらなく僕はもう多分好きです。なんかもう何ですか、例えば大泥棒の息子とか、かつて名を轟かせた英雄の息子みたいな。なんでですかね、ハリーポッターとかも好きですもんね。なんか普通に俺寝てるだけなんですけど。それぞれの設定が、うん、まあ、時代背景もあったりとかするんですけど、まあ、リアルでなんかそれでいて魅力的で面白いなと思ってます。楽しんでいければなと思います。多分僕も一緒にお客さんと同じようにって驚いて、そうだったのってなってっていうところができたらいいななんて思ってます。皆さんこんにちは、矢崎ひろしです。黒いハンカチーフは10月の1日から10月の4日まで新国立劇場中劇場で上演します。劇場で皆さんと一緒に、黒いハンカチーフの物語の中を楽しめればなと思っております。劇場でお待ちしております。